はい、久保です。今日は配送最適化システムの、日本の現状についてちょっとお話ししていこうと思うんですけど、配送最適化システムというのはもう30年ぐらい前からずっとこう最適化を、物流に使うには一番、簡単な問題なので、いろんな会社に技術指導したり、自分自身でもいろいろ作って、最近はだいぶ普及してきたなと思ってるんですけど、それでもやはり失敗事例っていうのがたくさん聞くんですね。で、いわゆるその宣伝だと成功事例って言ってるものも、裏を取ってみると、こういういろんな失敗の例があります。例えば某食品メーカーの、ロジ部門の会社だったりすると、もう何度も何度も配送計画システムっていうのを導入しようとしたけど、毎回毎回失敗するんで、もう諦めましたという話を聞いたことがあります。これ別の、物流会社、運輸会社の社長さんで、配送最適化のシステムを、導入しようとしたらひどい目にあったので、なぜダメなのかという講演だったら、6時間ぐらい話せますみたいなことを言ってる人もいる。で、某物流会社ですね。で、これ、私が紹介してあげて、しばらく使ってたんですけど、やがて使われなくなった。理由はよくわからないんですけど、動かなくなったり、更新されないんですね。当然オンプレミスで入れたりすると地図の更新がいるんですけど、そういうのもされなくなって、やがて、使える人がいなくなっちゃったんでしょうね。また別の物流会社で、実際の運用でもうテストまで行った。結構な予算を投じてやったんだけど、実際にやろうとすると、うまくトラックに積みきれない。だから荷物の量がよく分かんないですね。そういう中で厳密な最適化をしちゃったりすると、最適化をすると、そのトラックのキャパシティぴったしに当然割り振るわけで、そうすると溢れちゃったりする。で、現場が大混乱して、もう1日でテストは終わっちゃったみたいなお話も聞いたことがあります。で、某メーカーさんかな。で、出てきた答えっていうのが、現場で受け入れられないというのは、よくあります。で、例えば、この公平性とかね、下請けにこう何社かに割り振ってる時に、それぞれこう同じぐらいに割り振らないといけないとか、またドライバー、複数のドライバーに割り振る時に、片方がもうすぐ帰ってきちゃう、片方がすごい長いルート回ってたりする。で、実際に最適なルートっていうと、ここにデポがあったりすると、こういう感じになることが多いんですね。うまく回ろうとすると、内側と外側で分かれるようになると。そうすると内側の人はすぐ帰ってきて、外側の人はこれ遠くまで行ってしまう。で、こういう場合、だからもっと公平にしてほしいっていうと、無駄な走りをするようになっちゃうんですね。この内側のところがわざとこう、なんていうの、あちこち行ったりして帰ってくるようなルートを本当に欲しいのかっていうと、そうでもない。で、公平性出すためには、この1日の割り振りじゃなくてね、複数日まで考えてやったりすれば、こういうのはできるんだけど、そういうところまで、なんていうのかな、ちゃんとした、技術指導でできてなかったりすると、動かない。で、現場で受け入れられないっていうのも、いろいろ、今自分でルートを作ってる人は、自分の仕事を取られちゃうって感じがして、で、だから意地でも受け入れないみたいな場合もある。で、今までの、仕方と全然違うって言って反対されるとか。で、もしくはものすごい削減できてしまった、40%ぐらい削減できましたっていうと、今までそのルートを作った人は非常に怒られたりするわけですね。で、そうすると、そのドライバーたちに、お前らのうちの40%ぐらいが首を切られちゃうよみたいなことをして、全員で反対するようにするとか、そういう政治的な動きも当然ある。で、そういうのをクリアしていかないとなかなか成功しないと私は思っています。で、こういうのをどうやってその、克服していくかというお話をしていこうと思います。で、原因の一番で、正しいデータが入れられないと。で、データがちゃんと準備できない会社だったりすると、どんなシステム、何度トライしようがダメなんですね。いわゆるガーベッジイン、ガーベッジアウト、略して外郷って言うんですけど、昔からある格言で、ゴミを入れればゴミが出てくる。で、導入したそのソフトの方が悪い場合、システムが悪い場合もあるんだけど、データはちゃんと準備できない。正しい入力がわからないようなところだと、何入れてもダメなんですね。
で、使ってるうちにダメになっちゃったりするのもよくあるのは、単位が統一されてなくて、センチで言えるの、メートルで言えるのとかね、そういうのが、バラバラなので、普通に紙ベースでやってたり、現場でその見に行って、あ、このぐらいの大きさなのねとか、やってるうちはいいんだけど、間違えたデータがあったりすると、そこで止まっちゃうんですね。エラーして止まっちゃう。で、入力に抜けがあったり、で、データを揃えなさいっていうと、まあ、それをまあ、なんていうのかな、最適化に使おうとは思ってないので、適当に入れちゃったりする場合もね、なんか上司からね、データをちゃんと入れろって言うんだけど、めんどくさいんで、全部同じ数字を入れてたかね、そういうのもあったりします。で、やっぱりそのデジタル化ってのは大事で、全ての、なんていうのかな、データがデジタル化されてないと、一部だけ紙ベースだったり、一部だけちゃんとデータが吸い上げられないとか、割と大口のところでも、そのいわゆるその最適化をするための契約じゃないんですね。お金の、金銭の、なんていうのかな、支払いのためのシステムだったりすると、まあ、なかなかうまくいかない。で、全ての、カスタマーに対してデジタル化っていうと、やはり現場だと、そういう IT の音痴な人は必ずいるので、導入が進まなくなってしまう。で、荷物の大きさがわからないですね。入力されてないんで、現場に見に行ってみて、あ、このぐらいの大きさなので、じゃあ乗るかなみたいなので、やってみなきゃわかんないとか。で、そう、まあ、いろんな理由があります。やっぱり一番やっぱりその IT というかデジタル化が遅れてる分野だと思うので、そういう場合は、まずは、まあ、デジタイゼーションですね。DX とかなんとかって、そういう流行り言葉にするんじゃなくて、まずはちゃんとしたデータを入れるようなことを、社内でちゃんとやりましょうね。というのが、この対処法ですね。になります。で、配送最適化システムっていうのは、そもそも問題難しいんですね。ちゃんと言うと NP ハード。だから、問題のその入力のサイズが大きくなると、指数オーダーで、おそらく、時間が増えていく。で、だから、ある程度大規模な問題例っていうのは問題例数値を入れたもの。インスタンスって言うんですけど、に対しては、きちんとしたアルゴリズムとデータ構造をもとに、ちゃんとした高速化の工夫をした手法を使わないと、当然、短い時間で、通常、何時間もかけてっていうのは、なかなか許されないですね。毎回10分ぐらいまでとか、できれば数秒でとか、という無茶なことを言われると、当然出てくる回の方が悪くなる。ひどい答えを出してきても、まあ、なんていうのかな、その POC の時にうまく出た答えだけ持ってって、ちゃんと出ますよって言うんだけど、本番に行くとボロボロになって、とか、使ってるうちに、どん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 悪化していくとか、まあ、そういうことが起きます。で、もう一つ、普通の配送の最適化なんていうのは、まあ、最近計算機も速くなってきてるので、まあ、そんな難しくはないと思うんですけど、まあ、実務的な要求を全部入れたい、こういう条件が、ああいう条件で、全てのそのカスタマーの、そのクライアントの要件を入れたモデルを作っちゃったりすることが、まあまああります。で、そうすると、こういう、ちゃんとした高速な手法なんていうのは論文とかに載っていてできなくはないんですけど、そういう工夫がしにくくなってしまう。でも、めんどくさいんで遅い手法でいいねっていうと、大規模問題だと解けなくなっちゃう。まあ、いくら早い計算機を持ってこようがダメなんですね。で、私とかはもう30年ぐらい前のもうひどい計算機、もう全然メモリもないような遅いマシンで、数千点の顧客なんていうのを解くなんていう仕事をしてたんで、まあ、実務的な要求、まあ、全部入れろって言われたら困るんだけど、ほとんどの現場の要件をカバーしたようなモデルは、に対しては、まあ、高速でいい解を出すようになったら、まあ、作れるんですね。なかなかそういうのは、まあ、そう簡単ではなくて、で、AI 使えば何でもできるって書いてあるのは大体嘘で、AI よりも多分大事なのは、多分1970年代ぐらいに書かれた、まあ、論文ですね。ちゃんとした研究者が真面目にこの難しい NP ハードな問題に対してトライしたような論文を見て、そこからノウハウを、抽出するなんてことをしないと解けない。で、いわゆるその1970年代で、まあ、そういうメタヒューリスティックスの、まあ、走りがあって、今だといろんなのがあります。ね。遺伝的なんたらとか、アニーリングなんたらとか。で、そういうの、名前だけでいいと思ったら大間違いで、やっぱこの大事なのは、アルゴリズムとデータ構造とその他の工夫なんで、単にそういう手法を使いましたっていうのは、ダメなんですね。ピンキリなんですね。ちゃんと使って、ちゃんとしたデータ構造でいいのを作れば早くできる。そうじゃなくて、単なる、そういう手法を、メタヒューリスティックスの手法を使ってますっていうのは、全然大きな問題を解けない。ということが、まあまああります。
で、今後の整数最適化ソルバーというのも当然、使えなくはないんですけど、現状でその数千点の顧客の配送計画問題をこれで解くっていうのは多分無理があると思います。まあ、100点ぐらいで、いろんな負荷条件についたりすると、まあ、使うという点はあるんですけど、現状ではあまりお勧めはしていません。で、こういう、なんていうのかな、過去の研究見てちゃんと作れるのって言って、日本の、大手ソフトウェアメーカーたくさんあって、みんな配送システム出してるんですけど、実は彼らの技術力はいまいちで、ちゃんとしたものは作れていません。非常に質の悪いものを売ってると私は思っています。で、この、解決法としては、ちゃんと開発されたシステムを使うと。で、少なくともそのベンチマーク問題例っていうのがあるんですね。時間枠付き配送計画問題とか、まあ、いろんなバリエーションがあります。積み込み積み下ろしを入れたようなピックアップデリバリー型の、ビークルルーティングのベンチマークもある。そういうので、ちゃんと比較をして、うちはこのぐらい出てますよっていうのがないと、やはりちょっと怪しいなと思っています。あと、宣伝でうちはどんな制約でも、入れられますよっていうのはかなり怪しくて、ものすごく質の悪いものを売ってる可能性が高い。で、次は地図が高いってあるんですけど、まあ、当然地図が高いと、地図を使わないと配送計画できないんで、それを入れてると、必然ちょっと値段は上がっちゃうんですね。安いものでも数百万する。ちゃんと買ってくると。で、なんでかっていうと、まあ、地点間の、移動時間ですね。地点っていうのは、デポと顧客とか顧客間の移動時間っていうのがいるんですね。で、そうするとその地図の API っていうのを使う必要があります。で、地図自身は自分で作るのはなかなか大変なので、まあ、どっかのやつを、まあ、使うんですけど、例えば1000地点あるとしましょう。そうすると 1000×1000 ですね。1000×1000 だから、このぐらい。一十百千万十万百万。この最短経路を計算する必要があります。で、最短経路自身は非常に高速に計算できるんですけど、100万回やるっていうと、やっぱものすごい時間がかかってしまいます。まあ、時間だけだったら、一回、まあ、回しておいて、一晩回しておいて、取っておけばいいんですけど、まあ、計算するためには、例えば Google マップ有名ですね。で、これで、自分がそのどっかで最短経路を計算したいという時は、当然無料で使えるんですけど、API コールしたりすると、この100万回、Google マップで1回あたりは安いんですけど、多分4000ドル近くします。だから相当な金を食うんですね、1回回すだけで。で、もう少し安いのないのっていうと、最近日本に進出して、確かゼンリンと提携しているマップボックスっていうのも API 使います。それでも1600ドルぐらいかかります。で、実はこの配送計画システムですごく安く売ってる会社もあります。で、Google マップを使ってますって言うんだけど、おそらく最短時間なんていうのは計算してないんですね。このぐらいかかっちゃうんで。単なるその画面だけ出している。画面は安いんですね。画面を出したりする分は非常に安くできるんですけど、最短じ移動時間を計算するとものすごいかかってしまう。あ、つまりこれがこれ Google マップかな？のディスタンスマトリックスという API を呼ぶときの値段ですね。で、1回あたりこんなに安い。だけど、やっぱり100万やると。で、ここ、実は100万だとここになるんですね。営業に問い合わせてねっていうことです。で、多分安いやつで、Google マップとか使ってたりするのは、多分、直線距離、なんというと体験距離、地球が丸いんでね、緯度経度から計算する簡単な公式と、迂回係数、その直線距離かける、例えば1.5倍とか。迂回する係数というのは、都市ごとに大体決まっているので、それで計算している場合が多いと思います。まあ、それでもまあまあ、それで時速をすごく、遅めに設定すれば、東京だったら20キロとかね、にすれば、なんとかドライバー回ってきます。そういうだから安全な移動時間をやっておけば、まあ、実務システムとしてはまあ動かなくはないですけど、やっぱりまあ、日本の場合、その橋があったり、高速があったり、で、まあ、いろんな、その迂回する、なんていうのかな、何倍されるかっていうのは変わってくるんで、まあ、ちゃんとした最短時間を計算する必要が、まあ、最近は当然あると思います。では、私はそんなに、過度な、なんていうのかな、Google マップってのは相当合ってる移動時間を出してくれるんですけど、まあ、適当な精度で多少、劣るんですけど、OSRM っていうのがあります。オープンストリートマップ、ラウティングマシンっていうのがあって、これはまあみんなで作ってる地図なんで、無料です。その代わり、ちょっと変なとこを通ったりもする。で、それは実は直せます。これ、オープン
ソースなので、自分で地図を直したりします。で、まあ、自分でメンテするぐらいの根性があれば、これでいいかなと思っています。で、原因の4番目ですね。過度な要求。で、最適化を使うときに、ボタンを押したら最適化が出てくる。すぐ出てくる。なんていうのを期待する場合があるんですけど、まあ、なかなかそうはいかない。データがちゃんと入ってなかったりすると、回ってこれないとか。で、まあ、最近1日の稼働時間、確か2024年になると、13時間かな、の上限になってしまったりすると、当然回りきれない。遠くまで行くところは回りきれない。で、そういうのも自動的になんかしてくれると思ったら大きな間違いで、そういう時はデータを直したり、まあ、1日で持っていくのを諦めて、途中で中継したり、なんてことをしなくちゃいけないんですけど、まあ、ボタンを押して一瞬で出てくるなんて期待する。まあ、そういう宣伝文句で売ってたりするんで、それも期待しちゃうんですけど、まあ、過度な要求、過度の期待は禁物。で、移動時間なんていうのも、まあ、ベテランのドライバーとかね、タクシーの運転手だったりすると、このぐらい雨降ってて、このぐらいの時間帯だと、このぐらい遅くなるとか、まあ、経験をもとに、ちゃんとわかるわけですね。そういうのを期待しても、いくら Google マップであんだけお金を払おうが、不正確です。なかなかその混雑度とか、天候で変わるなっていうのは、いかに今のその、AI 技術、まあ、ちゃんと機械学習とか、思想学習やったとしても、なかなかそうはいかない。難しいわけです。で、あと、例外的に出てくる複雑な制約。そう、こういうケースもある、こういうケースもあるっていうのを言いたがるんですね。で、めったに使わないようなそういう制約を全部入れたりすると、やはり当然、遅くなるし、作るのも大変。で、あと、需要がよくわからないので、ベテランだと大体このぐらい余裕があればいいかなっていうのを見当つくんでしょうけど、それを考慮した最適化っていうのは要求する場合がある。これは研究者の方の課題でもあるんですけど、まあ、できれば不確実性を持たないようなデータをちゃんと与えて、で、その確定データにおいて最適ルートを出すと安全です。不確実なものっていうのは、そのばらつきを測定するっていうのは非常にハードルが高いんですね。そういうのあんまり要求しちゃいけないと。さっきちょっと言った公平性ですね。を考慮したいって言うんだけど、実際はいい感じに、まあ、公平性やってるんでしょうけど、まあ、そうではなくて、例えば短いルートと長いルートがあったら、1日ごとに交互に行けばいいし、今月ある下請けにたくさん、仕事を回したら、来月は違うところに回ればいいっていうので、最適化の、外側でそういうのを考慮してあげればいいんじゃないかなと私は思っています。で、当然、単一、今言ったように、翌日まで考えたルートですね。翌日以降のルートで、今日積み残したのは明日持っていく必要があるので、そこも考慮したいっていうのがあるんですけど、まあ、そんなに多期間のものをいっぺんに解くっていうのはそう簡単ではないですけど、だから本当に多期間、1週間分をいっぺんに解くのか、私一番長いんだと3週間分ぐらいいっぺんに解くっていうので、8000点ぐらいのやったことがあるんですけど、それは非常に大変です。相当な技術がないとそんなの解けない。で、普通は、今日の分とそれ、明日1本ぐらい分けて解くっていうのが安全。まあ、だからこういうのも、だから、なんていうのかな、一般系で解くって難しいんですね。だから問題に応じてそれを設計しなきゃいけない。で、こういう過度な要求に対してはどうやって、まあ、クリアすればいいのっていうと、まあ、現場を説得すればいい。できれば飲みながらね。で、あと、最初にその POC とか始まる前に、どういう範囲の問題、だから1日分だけ解けばいいのか、それとも1週間分なのかとか、そういう、範囲、スコープで、細かさですね。時間単位はどのくらい細かいのまであるのかとか、その希望する制約とかをどこまで入れるのかというのを事前に決めておくというのは大事だと思っています。で、今現状のその配送最適化システムっていうのを、ググってみたら、まあ、いろいろ出てきました。で、本当に最適化をやってるものもあれば、そうでないものもあります。まあ、単に動態管理って言ってね、どこに車両がいるのかっていうのを、まあ、GPS 使って把握するだけなんていうのも売ってたりします。で、そういうのは非常に安いんですけど、ただ、そういうのは今だとその携帯持ってれば大体どこにいるかって分かるんで、子供の迷子用の携帯でも、全員ドライバー持ってれば分かるんで、あんまり必要ないかなと私は思っています。で、あとはシミュレーションベースのものですね。で、シミュレーションで実は、配送の最適化するっていうのは難しいんですね。だから簡単な、そのいわゆるマッチングですね。まあ、タクシーみたいな感じで、この、顧客にはこのトラックを割り振るとか、そういうやつ以外はあんまり役に立たないんじゃないかなと思っています。で、メタヒューリスティックス。まあ、実際それは、メタヒューリスティックス
って書くのは割と敷居高くなっちゃうんで、みんな AI って言ってるのは大体これだと思っています。まあこれは役に立つと思います。でそれで最適化ソルバーを使っている会社もあります。何社かあって、で多分大きいのは多分解けないだと思いますし、多分値段もそれなりに高くなってしまうと思います。で最後にまとめと課題です。で最近の計算機やっぱ早いので、ちゃんと作ればほとんどの実際問題は解決できるのではないかなと私は思っています。で前提としては、多分正しいデータをまず入れるようなデジタル化をちゃんと進めると。でシステムを導入するだけではなくて、現場の教育も合わせてデジタル化を進めるのが前提です。でできれば現場ごとにクライアントごとに作り込みをしなくても済むようなモデルを設計するのがいいかと思います。会社によってはクライアントごとに全部違うシステムを作ってるっていう会社さんもあるんですけど、それは非常に、値段が高くなってしまうわけなので、できるだけ横展開できるようなものを作っていくと。ただし、一つのシステムで全ての現実の問題が解けるようなものはないっていうことを、ちゃんと理解しておくのが大事だと思います。で、その規定のモデルでいろんな問題を解くためにはどうすればいいかっていうと、その追加される制約条件、負荷条件というのは、できるだけその前処理とか希釈とか、いろんな工夫ですね。だからパズルを解くようにして、うまい具合に問題変形をして、であたかもちゃんと解いてるかのように使うというのが大事だと思っています。でまた過度な精度、過度なそのスコープ、例えば1年分を最適化したいとかっていうのは無理なんで、で過度な流動で運用しないように、ちゃんとこのぐらいの精度でこのぐらいの細かさで やるべきなんですよっていうのをちゃんと説得するっていうのは大事で、そのためには、ベンダー側とそのクライアントがユーザー側での、協力体制が非常に重要になってくる。お互いにいいものを作ろうと思って努力をしないと、なかなかいいものはできません。敵対関係したらダメで、でそのためには前提として、やはりお互いに相互理解ですね。だから多分プロジェクトの前にはちゃんとスプリントをするとか飲み会をするとかっていうのが割と重要だと思っています。で、最近はクラウドベースが増えてきてると思うんですけど、やはりデータは日々変わるので、ある程度メンテナンスをしやすくするために、クラウドベースの方が、オンプレミスよりはいいんじゃないかなと思ってます。で物流の2024年問題っていうのがあって、ドライバーの長時間労働ができなくなるんですね。そうなると、今普通の配送最適化システムは、いわゆるラストワンマイルデリバリーに特化したものが多いと思ってるんですけど、長距離便をちゃんと考えて、その制限時間内っていうのがあるので、途中でうまくリレーするとか、そういうのを入れていくのも、今後の課題かなと思っています。また動的な、だから日々新しいデータが入ってくるとか、その時に単にリスケジューリングするってダメなんですね。将来のことまで、将来の分からない不確実性までちゃんと読んでおいて、それで良くなるような行動をする、っていうような最適化システムの開発も課題だと思っています。はい、ではこのぐらいで。